テキーラ、テキーラ、とは、メキシコ国内のハリスコ州とその周辺で、アガベテキラナウェベルバリエダ、アスル、アガーベテキラナウェーバーバルジェイドットアスル、アガベテキラナウェーバールーは、同じと呼ばれる、リュウゼツラン、アガーベ、アガベ、アガベから作られる、上流酒、メスカルの一種であり、正確には、メスカルデテキーラ、メスコールデテキーラとなる。ウイスキーのようにそのまま飲まれるほか、 カクテル等の材料にも使われる。産地ではそのまま飲まれることが多く、ライムを口へ絞りながら、楽しみ最後に食塩を舐めるのが正当な飲み方とされる。食塩を舐めるのは、高いアルコール度数から喉を守るためともされるが、その効能はない。また、100%アガベで作られた高級的イラの香りや味わいを楽しむために、ワイングラスなどの口の広いグラスを用いる飲み方も、 増えてきている。古代アステカからの伝統的な醸造種であるプルケが、スペイン人、コンキスタドールによって上流種とされたメスカルの一つ。かつて州西部のシエラマドレ山脈で山火事があり、その焼け跡で発見された良い匂いを発し甘い樹液を出す、焦げた、流絶乱を起源とするものや、流絶乱の幹をかじっているハツカネズミの巣穴を、 狙いと黄金色の液体が溜まっていて、これを集めて発酵させたものが、テキーラの起源と言われる伝説がある。名前の由来となったハリスコ州の町、サンティアゴデテキーラの特産品。最初のテキーラ工場は1600年に建てられ、1873年にはヨーロッパへ出荷された記録が残っている。1893年にシカゴで開かれた、会で、 テキーラ産のメスカルグランデーが受賞し、1910年のサイアントニオの大会ではテキーラワインの名で受賞した。以後、テキーラの名称が使われるようになった。その後も販売は拡大し1968年のメキシコオリンピックで広く知られるようになった。2006年、産地はテキーラの古い産業施設群と流絶乱の景観。 アガーベランドスケープエンシエントインダストリアル、ファシリティーズ・オブ・テキーラとして、世界遺産に登録された。1994年に、テキーラ商工会議所の主導のもと、テキーラ規制委員会、CRT、コンセホ・レガヤラドを出るテキーラ AC は、収穫から瓶詰めに至るテキーラの生産過程全般の基準を定め、違反者に対して、 法的措置を取ることができる、非営利団体として設立された。テキーラの生産過程が、メキシコ政府の定める、公式の基準に従って行われることを証明する、機関として、メキシコ政府から認定を受けており、CRT は、テキーラの生産者だけでなく、原料の流絶乱栽培、ボトラー、マーケティング担当者、及び、メキシコ政府の代表者と連携して活動されている。 すべてのテキーラメーカーは CRT の認可が必要であり、テキーラのラベルにはメキシコ公式企画であるノムのイニシャル、テキーラ規制委員会の認証である CRT のイニシャルと4桁の番号が印刷されている。テキーラの正しい知識を身につけ、その文化を共有し、奥深さを理解していただくことによって、テキーラ業界及び飲食業界の活性化に、 貢献することを目的としたセミナー。日本国内では CRT セミナー、日本事務局によって2011年3月より不定期であるが開催されている。メキシコ産であることからサボテンが原料と誤解されることがあるが、流絶卵とサボテンは異なる植物である。流絶卵は150種類余りあり、そのうち136種類がメキシコに植生している。 この流絶欄から作られた酒は、総称で、メスカル、メスコールと呼ばれる。このうち CRT の基準を満たす、産地、原料、製法などのかきご規格に見合ったもののみをテキーラとして、販売、流通することが許される。アガベテキラナウェベルバリエーダースルは、茶畑に似たような状態で、丘陵地に栽培され、雨季の初めである6月に植えられて6から8年後に、収穫される。 収穫は生育したものから順に、通年にわたって行われ、コア、コアと呼ぶシャベル、あるいは大型のノみに似た、専用の鎌が用いられる。葉を切り落とされ収穫されたアガベは、パイナップルに似た形をしているので、ピニャ、ピーニャ、パイナップルという意味と呼ばれている。ピニャは大きいものでおよそ5 0ラムほどあり、傾斜を伴う畑からはラバを使って搬出する、伝統が守られている。 そんで熟成させたものは徐々に琥珀色を呈してくる。その他、ウィキペディア日本語版に記述のあるテキーラをベースとするカクテルについては、カクテルの一覧のテキーラベースの節を参照のこと。なお、テキーラがベースであると明確に言えるカクテル他にも、テキーラを使用したカクテルも存在するが、それらについては割愛する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。